この質問はですね、前3市長にもお伺いしましたが、今がまだ制定されておりません。12番政治会宍戸邦男でございます。先に通告しております大枠2項目について質問をいたします。まず1項目目、自治基本条例の制定についてお伺いいたします。本市のこれまでの実用を踏まえると、市民と行政の共同なくして本市の発展は考えられません。自治の主体である市民や市議会、市長、市の執行機関それぞれの役割と責務や市政運営の原則などを体系的に定め、市民主権の自治を進めるために、またそれを制度的に担保する自治基本条例を制定することが私は大切だと思います。市長のお考えをお聞きいたします。答弁を求めます。はい、藤本市長。宍戸議員の質問にお答えいたします。自治基本条例は全国で約400の自治体が制定しているものと伺っております。これまでに条例を制定した他市長の市町のですね、例も参考にしながら条例制定の必要性を判断したいと考えております。近隣の広島県内では神石高原町、三好市、庄原市、北広島町の4団体が制定しているように認識しておりますので、引き続き必要性の方を考えていきたいと思っております。以上です。答弁を終わります。宍戸議員。この質問はですね、前3市長にもお伺いしましたが、今がまだ制定されておりません。これまあ市長として、考えられることですが、法的にはですね、制定しなきゃならんという根拠法令はまあないわけです。しかし先ほど同僚議員が申された、日本の国に憲法がある、そして地方自治法がある、これは全国同一です。この自治基本条例というのはその町その町の特徴を生かした市民と共同の町づくりを進めるためのですね、私は大事な条例だと思うんです。で、市長もこの所信表明の中でもですね、市民と共同のまちづくりを進めるというふうに、述べておられます。ちょっとこう読んでみます。市民と行政が共同する意義と目的を再確認しながら、地域の力を生かした住民自治を実現できるよう、市民と行政との共同によるまちづくりの仕組みを見直していきます、とこう書いてあるんですけど、私はこれを見て、あ、基本条例が大事だということを理解していただいているのかなというふうに、思ったわけです、勝手に。そういうことからしてですね、やはり市長が変わるために姿勢が変わる、この住民と市民と共同のまちづくりというのはこれ基本ですから、民主主義の。ですからそういうことをやはり将来秋田方市の未来に向かって引き継いでいけるよう、いかれるような、私は基本的な条例が必要だというふうに、今まで申し上げてきているんです。ですから秋田方市の中には条例がたくさんあります。その条例もいろいろこうぶら下がっている状況で、根幹幹がないままにぶら下がって、その幹をしっかり作って、それに枝葉としていろんな条例があるという体系的な整備をですねしていくと、やはり市民もですね、秋田方市はどんな町かなということを世間に市民、全体に
示せることができると思います。まあそういう基本的なことですけど、私はこれは今大事な時期ではないかと思います。ぜひ検討をお願いしたいと思いますが、再度答弁をお願いいたします。答弁を求めます。藤本市長。自治基本条例はですね、地方分権改革を契機に、自治体としての憲法を定めようという流れの中で生まれてきたものだと承知しております。あの選挙によってですね、首長が変わる、まあ、首長が変わるということは人間が変わることですので、それによって、大きな基本がぶれることなく、一つの幹をしっかりやって、誰が首長になっても方向は揺るがないものということを定めるために、自治体としての憲法という意味があるんかなと思ってます。そういったことも含めながら、どのような形がいいかというのは考えていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。答弁を終わります。はい、宍戸議員。それでは2項目目に移ります。新市長と職員の意思疎通についてでございます。新市長のまちづくりの基本的な考え方について、すべての職員が納得していただく十分な説明と、職員の意見を聞きながら理解を得る取り組みが今必要ではありませんか。この度の市長の所信表明でも少し触れられておられますが、改めてお聞きいたします。答弁を求めます。はい、藤本市長。私自身が市政を進めていく上で、職員との意思疎通というのは大変重要だと思っております。7月に市長就任時の訓示においても、職員の皆様に、様々な課題と事案に直面した際は、職員の皆さんの力が必要であり、私を信じて一緒に取り組んでもらいたい、そして積極的な意見提言をしてくださいという、思い切った事業施策の企画を提案してくださいということをお伝えしております。まあ、20人おれば20人意見も違います。まあ、違いは違いとして、その違いを汲み取る気持ちで、職員としっかりコミュニケーションを取りながら、秋田方市一人も誰も置き去りにしない秋田方市を作るため、頑張っていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。答弁を終わります。宍戸議員。まあ、この市長の所信表明を見させていただくとですね、いろいろな本当温かい取り組みになっているなという感じがいたします。市長の考えを実行するためには、やはり職員さんがその訳をしっかり、趣旨をしっかり理解して取り組むということが一番大事だと思いますので、ぜひ今後ともですね、市の職員と一体となった、心を許し合える環境の中で、体制づくりをしていただければと思います。以上をもって私の一般質問を終わります。以上で宍戸議員の質問を終わります。ここで少し早いんですが、13時まで休憩といたします。